はい、ツイキャス始まりました。皆さん、2週目この後収録いたします。よろしくお願いします。2週目はですね、ちょっとコーナーでこれから触れていくんですが、 SNS で告知しましたスーパー戦隊シリーズにのある作品についてですね、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、5名の方ありがとうございます。よかったらコメントよろしくお願いいたします。この後すぐ収録します。じゃあ最後にまた音確認してから始めますね。ありがとうございます。味噌煮込みスキンさん、後ほどコメント拾わせていただきますね。それでは8月24日土曜日分収録いたします。いきますよ。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。はい、8月24日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。皆様こんばんは。沖縄大好きの大好きを叫ぼうが始まりました。第17回目でございます。沖縄県宜野湾市旧名にございます 79.7MHz FM 宜野の B スタジオから収録放送でお送りいたします。 MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そして今週も私沖縄大好きソロでお送りしてまいります。そしてですね、この番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージお待ちしております。アニメや漫画、音楽など好きなものであれば一切ジャンルは問いません。これから大好きになるもの、大好きになりたいものでも OK です。私たち、沖縄大好きとあかりんさんへの応援メッセージもお待ちしております。メールアドレスは、数字の 797@fmgino1.com まで。繰り返します。 797@fmgino1.com までです。懸命に沖縄大好きの大好きを叫ぼうと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなくツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナラジオかでも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして番組専用の X とハッシュタグがございます。アカウントはアットマーク大好きラブ797、すべて小文字でアットマーク大好きラブ797。皆様からのフォローお待ちしております。そしてハッシュタグはシャープ大好き叫べとつけてコメントの参加よろしくお願いします。私も実況で参加しております。さあ、ということで、はい、2週目ですね。8月24日土曜日、今収録しているところでございます。ツイキャスもですね、早速コメントいっぱい来てます。本当にありがとうございます。先週はですね、沖縄大好きの今日の大好きについて紹介したコーナーは、フリムンラジオさんについてご紹介させていただきました。今水曜日に収録しています。この後ですね、メインスタジオでフリムンラジオさんも放送ございます。はい、ということでですね、もうはい、もう何度かちょっとミキサー操作させていただいてますが、ちょっとなかなかやっぱり慣れないですね。ちょっとまだまだちょっと緊張しているところもございますが、ですが、ラジオ機の皆さんがですね、ぜひ、ここの底から楽しめるような放送をお送りしていきますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。僕も思いっきり楽しみます。ということで、CM の後、皆様からいただいているツイキャスのコメント、メッセージをご紹介したいと思います。それでは、一旦 CM です。
はい。ということで、じゃあ皆さん、この後すぐですね。CM 明け、おしゃべりしていきますね。じゃあ、行きますよ。はい。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。改めまして、沖縄大好きです。さあ、ということで、もうツイキャスのコメントがですね、もう来てますよ。ありがとうございます。ラジオネーム、みそにこみつきさん、今週もお邪魔します。ありがとうございます。ラントさん、やっほーということで、ありがとうございます。ワッチーさん、沖縄大好きさん、皆さん、こんばんは。今日、8月25日は、年に一度の、これ、名鉄杯でいいのかながございます。今からが楽しみです。ということで、あ、はいはい。これ多分競馬のですかね。名鉄杯。で、当たってる、当たってますでしょうか、ワッチーさん。ありがとうございます。みそにこみすきーさん、先日、つくつく帽子の声を聞きました。まだまだ暑いですが、秋の気配がします。ありがとうございます。つくつく帽子の声聞いたんですね。もう、そろそろ秋に突入するはずなんですけど、まだまだ暑い日が続いてますよね。皆さん、くれぐれも本当に、熱中症にだけは本当に気をつけて、水分はもうしっかり補給して、塩分もしっかり補給して、体の熱を逃がしてですね、冷やしすぎない程度に、快適に過ごしてください。そして、高坊さん、こんばんは、ピーということで、言いたいことわかります。もう、こんばんは、でいいですよね、多分ね、ありがとうございます。そして、名古屋のダンサーズさん、今日のアンケートを、は、全員参加ということで、あ、これ、ヒープーさんの T サージパラダイスですよね、多分ね。ありがとうございます。全員参加ということで、T サージパラダイス、ちょっと仕事の時間とかぶっちゃって、どうしても聞けてないんですけど、ちょっと後で見てみますね、X の方も。そして、みそにこみすきーさん、今プライベートで大好きなのは、キャンプです。お、いいですね。もう30年以上の趣味ですよ。お、長い。昔はテントも張りましたが、今はもっぱらバンガローです。おお、今はキャンプブームで、キャンプ場も整備されたところ増えてます。ということで、そうですよね。今結構その沖縄も、キャンプ場、整備されてるところもちょっとあるみたいで、ちょっと僕がまだ詳しくないんですけど、僕の弟、以前ゲストに聞いたフラーテルがいるんですけど、弟がその、イルキャンっていうアニメが好きで、その、キャンプ知識、まあ、そのアウトドアの知識もそのユーキャンの影響で、いろいろちょっと覚えてたりしてたことがあったんですけど、で、一時期そのキャンプ場沖縄にも、何箇所あるかなっていうのもちょっと調べてたんですね。ちょっとどこだったか忘れたんですけど、またちょっと本人に会った時にですね、ちょっと聞いてみたいと思います。それからワッチーさん、沖縄大好きさん、あ、競馬ですということで、あ、中京競馬場で開催されますということで、ありがとうございます。パチーさん、これって中継されますかね？毎週日曜日の多分3時頃にフジテレビさんで多分競馬の番組やってると思うんですけど、あそこでも中継されますかね？ということなんですけど、あ、じゃあ早速ですね。コメントじゃない、メッセージご紹介していきたいと思います。失礼いたしました。8月24日収録用のメッセージですということで、サクサクさんから来てますよ。ありがとうございます。こんばんは、サクサクです。先日、友達のところへ遊びに行った時のことです。小学生の息子さんがいるのですが、私と同じくドラえもんが大好きなのです。お、いいですね。しかも、藤子先生が描いた他の作品まで読んでるみたいで、それはもう熱く語り合ってきました。やっぱり共通の趣味や好きなものが一緒の人と話すのって楽しいですね。沖縄大好きさん、いつでもオファー待ってます。くどい。サクサクさん、ちょっと、スケジュール見てから、僕の方からお声掛けしてもよろしいでしょうか？すいません。はい。ちょっとタイミング見てから、しっかりお声掛けしますので、よろしく
お願いいたします。そうなんです。サクサクさんもですね、ぜひぜひ、出られたいということで、お話をされてたので、ちょっと、僕の方で調整します。お待ちくださいということで、ありがとうございます。はい。ですね、続きいきましょうね。そうそう、この間は、のび太の声優も担当されていた、小原のり子さんのことを特集していたのですね。翌日、ツイッターのタイムラインを見て、寝落ちしてしまったことを後悔しました。この放送がある頃にアーカイブがアップされているかな、ぜひ聞いて楽しみたいと思っています。ではではということで、ありがとうございます。ちょっと皆さんに本当申し訳ないんですけど、8月の、第14回目と15回目の、収録放送でツイキャス僕配信してたんですけど、ごめんなさい。途中で、僕その時 iPhone で配信してたんですけど、端末が熱くなっちゃって、収録配信ですね。配信が途中で切れちゃったんですよね。もしかしたらちゃんと上がるかわからないんですけど、もう少しお待ちください。本当に誠に申し訳ございません。なんですけど、まあ、今回ですね、先週の8月17日土曜日と、今週8月24日分のですね、放送分は FM 技能セカンドで配信してますので、そちらは多分しっかり上がると思いますので、皆さんよろしくお願いします。コメント来てますね。味噌煮込みスキーさん、ゆるキャンでキャンプブームがさらに加熱しましたね。聖地みたいなところもいろいろあって、同じショットで SNS 上げていたり、そうなんですよ。で、そのゆるキャンの影響で、キャンプを始められた方も実際にいらっしゃるみたいで、まあ、そこで聖地巡礼もされている方もいらっしゃるそうです。で、今なんかゆるキャンも、第3期もスタートして、ということなんですけど、ゆるキャンちょっともう一回見直してみたいと思います、僕。第1期までは、第1シーズンまではちゃんと見れたんですけど、第2、第3がまだちゃんと見れてなかったので、もう一度ですね、しっかりちょっと見直してみたいなと思います。で、そのゆるキャンでちょっと思い出したことがあって、シャイニーデイズ、ゆるキャンの主題歌を歌われている、アジアに咲く花と書いて、朝香さん、いらっしゃいますよね。その朝香さんなんですけど、実は朝香さんもラジオ番組やってるんですよ、皆さん。他局になるんですけど、NHK 第一放送さんですね。毎週火曜日の夜8時5分から放送している、こちらですね。アニメ専門の、ラジオ番組、アニメステラという番組があるんですよ。そのアニメステラという番組もすごく面白くて、毎週アニメ作品に関連する声優さんやアーティストさん、それから、ですね、その監督さんとかも、呼ばれてるんですよ。アニメ好きの皆さんにはすごくおすすめなんですが、朝香さんそちらの、メインパーソナリティとしても活動されておりますので、ぜひ、そちらもですね、チェックしてみてください。おすすめしますよ。ですね、マッチーさん。追加のコメントがですね、テレビは8チャンネル、沖縄テレビさんですね、午後3時から、ラジオは、ラジオ日経第2放送全国ラジオ、全国ラジコで聞けます。で、それぞれ放送予定ですということでありがとうございます。そしてダンサーズさん、キャンプでいただくお酒が最高なんですよ。前回はウイスキーボトルを買ってハイボールいただきました。いいな。いいなって言っちゃった。いいですね、でも。キャンプ場でいただくお酒、室内で飲むのとまた外で飲むのって絶対違いますよね。いいな。ちょっとなんか味わってみたいな、そういうの。はい。ということで、キャンプで一つ思い出したんですけど、専門学生の頃に僕、渡嘉敷島に、一泊二日で、キャンプしたことがありまして、学校行事の一つだったんですけど、クラスのみんなでそのテントを建てたり、ご飯を作ったりとかもちょっといろいろやってたんですけど、今考えたらもう、本当に楽しかったです、改めて。すごく楽しかったです。もう、今だったらなかなかちょっと集まってやるっていうことがまずできないので、もう学生のうちだからこそ味わえる時間でしたね。一日目はみんなでテントで、それぞれ立てて、そこで休んでたり、成人を迎えたメンバーは、そこでお酒をたしなんで、一緒に宴宅したりもしてました。で、翌日は、ビーチの方に行ってみんなでちょっと、遊んだりしてました。海でちょっとはしゃいだり、砂浜でビーチフラッグやったりとかも楽しい時間いっぱい過ごさせていただきました。
はい、ということでですね、あ、そうだ、ちょっと今流れている楽曲ですね、ご紹介したいと思います。今、ラジオを聴きの皆様ですね、流れている楽曲なんですが、今流れている楽曲はですね、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のときめきランナーズという、まあ、アルバムの中からですね、こちら、結城せつな CV、チェイス、CV、くすのきともりで、チェイスという楽曲をお送りしております。ということで、久しぶりにちょっとラジオでも流してるんですけど、まあ、実はこの大好きを叫ぼうを始めるときに僕、この楽曲を BGM に入れたいなと思って、最初でも決めてたんですね。まあ、コーナーとかちょっとま、時期に合わせて BGM、まあ、それぞれ違う楽曲を流したり、ゲストさんの好きな楽曲をま、中心に流して、違う楽曲を流すことがいっぱいあったんですけど、今日ちょっと久しぶりに流してみました。ということで、味噌煮込みスキーさんは、渡嘉敷でキャンプ、海も綺麗で素敵でしょうね。もっぱら森キャンプが多くてということで、もし、機会があれば、渡嘉敷島にもぜひ足を運んでみてください。本当にですね、もう、すっごく楽しかったです。まあ、隣が、まあ、ビーチ、まあ、海がありますので、そういったそのマリンスポーツとかも、楽しめる施設が確かあったはずなので、ぜひ、もし、ちょっとお時間とか、スケジュールとか余裕がございましたら、渡嘉敷島にもぜひ遊びに行ってみてください。ということで、おすすめしています。はい。さあ、もう結構喋りましたね。一人でちょっと喋るのもちょっとずつなんですけど、なんとか、慣れてきてます。時間もまだありますね。先週はちょっと時間ギリギリまでお喋りしちゃったので、ゆっくりですね、しっかりですね、お話もできたらなと思います。ですね、そうだ、ちょっと僕これだけお話ししたいことがあって、実は次回が8月最後の、大好きを叫ぼうの放送なんですけど、ちょっと特集を組みたいなと思いまして、その特集っていうのが、まあ、沖縄大好きの今日の大好きでもちょっと、コーナーでもちょっとお話ししようと思ってるんですけど、実は僕、久しぶりにですね、弟と一緒に、ちょっとアニメのライブを見にですね、県外に行ってきます。はい。まあ、放送、8月最後の放送の時点では僕、そこにいるんですけど、毎年行っているアニメロサマーライブっていう、大きな、アニメの夏のですね、ライブイベントがございまして、最初の2018年のアニ様のオッケー、そして昨年の2023年のアクセルも参加したんですけど、もう本当にすごかったです。なんだろう。特にそのアニ様でおすすめなのが、そのシークレットゲストっていうのがありまして、アニメのサマーライブで公式が発表している出演者アーティストの中に、その中に入ってない人たちがいらっしゃるんですよ。その方たちがそのシークレットゲストとして参加されるんですけど、昨年行った時はですね、シティハンターでもおなじみのですね、TM ネットワークさんが来てたんですよ。初めてちょっと生で見た時めちゃくちゃもう感動して、会場がもうすごい熱気で湧いてたんですよ、当時。もうまずイントロ聞いた瞬間から、ええー、ってなってみんな、まさかと思って、そしてもう曲が流れて歌い始めた瞬間にもう歓声がもうすごかったです。ダンサーさん TK いたということで、ですね、ちょっと僕、その時ま、結構後ろの席、2階席だったかな。埼玉スーパーアリーナ確か2階席、3階席だったと思うんですけど、遠くからだったのでちょっと見えなかったんですけど、で、通常だったらそのアニ様って、そのキャスト、出演者のその、MC とか挨拶とかも入るんですけど、TM ネットワークさんその時挨拶とか MC なしで、もう曲で、曲で始めて、曲で終わってかっこよくされるっていうのがあったんですよ。でもあれがすごく本当にかっこよくて、もうなんだろう。とにかくもうちょっと言葉で言えないぐらい、本当に上手に表現できないぐらい、クールでかっこよかったです。もうこの去り方がもう、なんだろう。最後まで楽しんでねって、感じですかね。もう本当に。もうそれが本当にかっこよかったんで、もう今でも鮮明に覚えてます。で、そのアニメロサマーライブって、ライブの後に、
その年明けにかな、そのブルーレイがその販売されるんですけど、公式から、そのライブ映像の、ブルーレイが販売されるんですけど、で、そこでまたその次のアニメロサマーライブのその、最速抽選申し込み券だったかなが封入されてて、そこでまた応募して、当選した方またライブに参加できるっていうのもあるんですよ。今年のアニサマはどんな感じなのかちょっと僕も楽しみですね。で、その中に今回ですね、キスマイフット2の宮田さんも参加されるということで、またちょっとこれはですね、8月最後の、放送の時にもちょっと簡単に触れていきたいなと思います。さあ、ということで、早速ですね、次のコーナーに行きたいと思います。さあ、次のコーナー、沖縄大好きの今日の大好きでございますよ。それでは、タイトルコール行きたいなと思います。続いてのコーナーはこちら。沖縄大好きの今日の大好き。はい。ということで、このコーナーは私沖縄大好きが紹介したいキャラクターや作品、好きなものをですね、熱く語るコーナーとなっております。はい、ということで、今日はどうしてもすごい紹介したいものがありまして、僕としては、世代的にもですね、どうしても紹介したいものがありました、ということで、埼玉の郷さんありがとうございます。早速ですね、ご紹介したいと思います。いきますよ。本日ご紹介するのは、こちらでございます。それではエコーを上げていきます。人に隠れて悪を斬る。忍者戦隊、カクレンジャー、剣山。ということで、スーパー戦隊シリーズ第18作品目、忍者戦隊カクレンジャーです。それではまずはこちらを聞きください。はい、ということで、ラジオ機の皆さん、聞こえますか？この懐かしい、この和風テイストのこの楽曲。ということで、沖縄大好きの今日の大好きでご紹介するのは、忍者戦隊カクレンジャーでございます。さあ、ということで、1994年2月18日から1995年2月24日まで、テレビ朝日系列で毎週金曜日夕方の5時半から、放送されていました忍者戦隊カクレンジャー全53話でございますということで、初めて忍者をモチーフにしたスーパー戦隊、今年なんと30周年を迎えましたということで、カクレンジャーの皆さん30周年おめでとうございます。さあ、ということであらすじも簡単にちょっといきましょう。400年前、戦国時代人間界を征服しようと企む総大将ヌラリヒョン率いる妖怪軍団が人々を守った隠れ流の忍者たち。しかし、現代に復活した大魔王を率いる妖怪軍団は、隠れ流の忍びの末裔である5人の子孫たち、サスケ、鶴姫、サイゾウ、セイカイ、ジライアは、変身アイテムドローンチェンジャーを使い、スーパー変化。忍者戦隊隠れんじゃの物語が始まりますということで、キャストさんもご紹介していきたいと思います。忍者レッド、サスケ役、小川照明さん。忍者ホワイト、鶴姫役、広瀬さとみさん。忍者ブルー、サイゾウ役、土田博さん。忍者イエロー正解役、河合修さん。忍者ブラックジライア役、ケイン小杉さん。そして忍者マンの声を務めたのが、声優の八尾和樹さん。そして、隠れんじゃの宿敵、貴公子ジュニアを演じたのが、遠藤憲一さんでございます。はい。ということでですね、まあ、スーパー戦隊では特徴のないこの隠れんじゃは、二部構成でお送りしてたんですね。第1話から第24話まで、第1部、第25話から、最終回までは第2部青春激闘編をお送りしていました。そして今年30周年を記念して東映特撮ファンクラブで新作がなんと配信されておりますよ、皆さん。第3部中年奮闘編ということで、名を打ち時を超えテレビシリーズ第54話ともいえる正当な続編が誕生したということで、こちら公式ホームページでも発表されております。そしてその30周年記念に忍者戦隊カクレンジャーの変身アイテムドローンチェンジャーもですね、なんとプレミアムバンダイで予約受付中ということで、8月いっぱいということでございます。まだまだ間に合いますよ、皆さん。価格は、1万1000円。そして、発
発送予定が、2025年の2月を予定しているということですよ、皆さん。今回新キャラクターに、ミセスグリーンアップルの、今回新キャラクター五郎役を演じているミセスグリーンアップルの大森元貴さんのセリフも入っているそうですよ。さあ、ということなんですけど、いやーもう本当に小さい頃に僕も隠れ忍者見てたんですけど、本当に大好きで、もう多彩豊富な、隠れ流忍術や武器、無敵将軍、隠れ大将軍、サムライマン、翼丸といったやつで、この隠れ忍者のロボたちも出てくるんですけど、これがもうかっこいいんですよ、本当に。で、ド派手なアクション。そして、隠れ忍者に出てくる妖怪たちは、その、昔の妖怪モチーフにして出てきてるんですが、なんと、その妖怪たちをそのアメリカン、現代風にちょっとアレンジして出してるんですね。なので、六六尾とか、カッパとか、ガシャドクロとかもいろんな妖怪が出てきます。それをアメリカン風にやったりとですね、デザインも一掃されてます。それだけじゃなくて、隠れ忍者の特徴は、忍者でありながら、アメコミ風のアクションがあるんですよね。手裏剣を投げるときに、シュッっていう、シュシュっていうその効果、文字とかも出てきたり、それから爆発のドカーンとかも、パコーンとか、いろんなその効果が入っている、アメコミ風なシーンもたくさんありますので、ぜひ皆さん、忍者戦隊隠れ忍者ですね、一度見てみてください。YouTube でもまだ配信されていると思うので、よろしくお願いします。ということで、お時間も迫ってます。ここでちょっと締めたいと思います。本日ご紹介したのは、忍者戦隊隠れ忍者でございました。そういうわけで、隠れ忍者30周年おめでとうございます。そのままエンディングに行きたいと思います。さあ、今ラジオでお聞きの皆さん流れておりますのは、摩天堂キッズでございます。ということで、沖縄大好きの大好きを叫ぼう。本日はここまででございます。この後は FM ギノアミュージックセレクション、そして午前3時から山内30分の放送もございますよ、ということで。はい、ということで。ありがとうございます。なんとメッセージがここで来てました。お、じゃあちょっとご紹介しましょうか。ちょっといきますね。高坊さん、ありがとうございます。そして、ダンサーさんもありがとうございます。ちょっともう、お時間になってますね。後ほど、ちょっとメッセージチェックしたいと思います。ありがとうございます。さあ、ということで、皆さん、本日も最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。お相手は私、沖縄大好きでした。それでは、おやすみなさい。そして、隠れ忍者30周年、おめでとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっとオーバーしちゃったから大丈夫かな。この辺流れるといいんですけど、すいません、ツイキャス皆さん、これもしかしたらラジオ途中で終わるかもしれないんですけど、先にお伝えしておきます。もし流れたら多分流れると思いますので、すいません、お伝えしておきます。ごめんなさい、ちょっとコメントなかなか拾えなくて。30分じゃちょっと足りないですね、やっぱり。ちょっと読めなかったメッセージ、こちらで紹介しましょうね、一旦。また次の収録の時にも、ちょっとタイミングが合えばご紹介します。じゃあ、ツイキャスでまず紹介しますね。高坊さん、ラブ、沖縄さん、こんばんは。ラジオネーム、高坊です。多分知ってると思うけど、ベニーモソフトクリームが大好きです。それも、ブルーシールアイスのね、ウベでもなんか、アベでもなんか、ベニーモなのよね。ちょっと待って。高坊さん、座布団1枚、差し上げます。まだ見てるかな。うべかー。うべでもなく、あべでもなく、紅芋なのよね、ということで、ありがとうございます。うまいことを。そして、名古屋のダンサーさん、ありがとうございます。ごめんなさいね、本当にちょっと、読めなくて。大好きなこと、やっぱりラジオかな。他局で申し訳ございます。あ、全然 OK です。皆さん、これだけ言っておきます。大好きを叫ぼう。皆さんの大好きを伝える、番組ですので、全然、FM ギノアンさんでも、姉妹局の FM 小座さんでも、どの曲でもバンバン出してください、もう。皆さん大好きを発信しようっていうのが番組ですので、お願いします。ごめんなさいね。ちょっと熱が入りました。他局で申し訳ございませんが、8月10日に開局した名古屋でコミュニティ FM 局、旧名古屋さんでも話してましたね。ハート FM さん。今朝行ってきました。
ここでスタジオ観覧した後に、ハート FM が運営しているカフェ、ハートカフェでモーニングしてきました。おお、カフェあるんですね。いいですね。ラジオも聞けて見れて、美味しいコーヒーとベーグルをいただき、やっぱりラジオはいいな、好きだなと改めて思いましたよ。皆様は、ラジオの公開放送など観覧したことございますかということで写真来てますね。あ、この方、あれですね、その、ハート FM さんの、開局した時から来られてる方でしたよ。確かに、ダンサーさん。ありがとうございます。あ、すごい、写真も。いや、もう、皆さん素敵な笑顔されてますね、やっぱり。ハートカフェっていうことで今写真いただいてるんですけど、なんかすごく、外観からしてすごくおしゃれなお店ですね、やっぱり。いや、ありがとうございます。そうだ、ハート FM さん。僕もちょっとだけ聞いてたんですけど、コミュニティ FM として開局してからまだ聞けてないので、ちょっと今度聞いてみたいと思います。ありがとうございます。ちょっとコメントまで拾えなかった分、ちょっと拾っていきましょうね。みそにこみすきさん、安倍でも、これ、高穂さんのメールで来たんですよ。宇部でもなく、安倍でもなく、紅芋ですって。ダンサーズさん、放送時間を1時間に拡大しよう。拡大したいです、本当に。ちょっと僕の、喋りたいことが量を考えたら30分じゃやっぱ足りないですね、なかなか。いや、でも、なんとかですね、自分なりに伝えたいことは伝えられたかなと思うので、そうですね、頑張ってちょっと1時間まで伸ばしたいと思います。味噌煮込みスキーさん、また来週ありがとうございます。ムサイさん、ごめんなさいね、放送中に拾えなくて。沖縄大好きさん、ラジオ収録&生配信お疲れ様でした。おやすみなさいということでありがとうございます。ダンサーさんもありがとうございます。お疲れ様でした。高本さん、それでいいのだ、これでいいのだ、いや、バカボンバカボンパパみたいになっちゃった、今、言い方が。ごめんなさいね、ゴーさんもちょっとなかなか拾えなくて。ワッチンさん、さっきのアリ様の話ですね。夏の締めくくりにふさわしい企画ですね。ありがとうございます。埼玉のゴーさん、ODA さん、沖縄大好きさんってことでね、こんばんは。あ、沖縄大好きさんさんになったよな。大好きさんさんなんだ、これ。ありがとうございます。吉村のガサガサ声が聞こえた。りょうちんさんね。あ、そう、ちょうど今終わったところで、今もまだ、多分ギャラリーにいます。ありがとうございます。そしてですね、かくれんじゃ、夏、埼玉のゴーさん、小学生だったかな確かということで、ナイスかくれんじゃということで、僕がかくれんじゃやった時って、僕まだ生まれてないんですよ。生まれる前だったかな。1994年、95年だったので、僕の世代がちょうど生まれた年にやってたんですけど、で、僕が生まれた時には、かくれんじゃが終わってからかな。終わって、次の作品のその超力戦隊、オーレンジャーって作品があったんですよ。そこで、放送された当時僕生まれてますね。なので僕のリアルタイム世代に最初見た戦隊が聖獣戦隊銀河マンだったんですよ。で、先ほどご紹介した忍者レッドサスケ役の小川照明さんは、その銀河マンで銀河レッド龍馬のそのお兄さん役、追加戦士の黒騎士ヒューガっていうキャラクターも演じてたんですよ。で、それだけでなくて、これちょっとご紹介したかったんですけど、バイオハザードシリーズありますよね。バイオハザードに出てくる、レオンっていう、キャラクターが、高青年のキャラクターがいるんですけど、そのバイオハザード4の、モーションキャプチャーで、小川照明さん、確かレオンの役をやられたみたいで、で、もう一人、その、ルイスっていうキャラクターもいるんですけど、その、ルイスをやられたのが、俳優の和田圭一さん、個性戦隊大レンジャーの、リュウレンジャーって、その、レッドを演じた方なんですけど、その方も、モーションキャプチャーで入られたみたいですよ。なのでこれをゲームのエンディングでお二人の名前見つけたときにびっくりしました、本当に。埼玉のゴーさん大好き、沖縄大好きが大好き、なんてな。もうゴーさんったらありがとうございます。やばい、調子乗っちゃった。はい。もう本当に皆さんすいませんね、なかなかちょっと拾えなくて。あ、そうなんですよ。味噌煮込みスキーさん。今りょうちんさん、放送終わって、今ギャラリーにいます。で、今多分キャンさんと喋りしてます。めちゃくちゃ聞こえます、ここからでも。なので僕が収録してる声も多分ギャラリーに聞こえてます。聞こえてます、多分。で、今、メインスタジオでフリムンラジオさんがスタートしてますね。ということで、高穂さん、お疲れ、ワンピーじゃなくて、もういいっすよ、全然隠さなくても。お疲れ、ワンデーって書いていいんすよ、全然。高穂さん、いるよ、ありがとうございます。
お疲れワンタン。ワンタンじゃなかったし、多分ワンデーって言いたかったみたいです。高坊さんおそらく。さあ、ということで、はい。武蔵さん、ミキさんはキャプテンさん。いや、違います。今日水曜日はキャンさんがいるので、キャンさんがミキさんなんですけど、まあ、でもフリームラジオさん基本、エコさんがミキさん入ってます。さっきの、りょうちんさんの番組では、キャンさんが入ってました。はい。ごめんなさいね。本当になかなかちょっとコメント拾えなくて、ちょっと時間にめっちゃ、時間見ながらだったんですけど、喋りすぎました、結構。26分まで、だったので、ごめんなさいね。なかなかちょっとギリギリになっちゃったんですけど、本当にでも皆さん、メッセージとかコメントも本当にありがとうございます。いただいたメッセージですね。僕、皆さんのしっかり、保管してますので、これからもですね、ぜひ送っていただけると嬉しいです。そして、来週のちょっとスケジュールですね、お知らせします。8月の、8月のですね、31日の大好きお酒本収録日がですね、8月19日の月曜日ですので、休本明けにやります。8月19日月曜日のお昼1時を予定しております。8月31日分のみですね、収録は。で、それ以降はちょっと僕が、さっき収録内でも言ったアニメロサマーライブにちょっと行くのもございまして、ちょっとその準備とかもちょっといろいろございますので、ちょっと8月分は、来週で、まあ、一旦収録はこれで終わるんですけど、9月以降の収録に関しては、またちょっと X でお知らせします。ちょっと僕が沖縄に戻ってきてからになると思うので、ちょっとまたこれは、スタッフさんとちょっと調整してからですね、また連絡、まあ、X でお知らせしたいと思います。ということで、19日、のですね、収録まで皆さんのメッセージお待ちしております。ちょっと、いただいたメッセージです。読めなかった分もそこでちょっと、紹介できそうなのちょっと紹介したいと思います。そうですね、高坊さんとダンサンさんのお二人のちょっとメッセージ、こちらでもちょっとご紹介できたらなと思います。ちょっと、まあ、タイミング見てからですね。いや、でも本当にありがとうございます。ギリギリにも送ってくださって。むしろちょっと皆さんからのメールが届くのは僕としてはすごく心強いです。味噌煮込みスキーさん OK です。お昼無念リタ、あ、リア、リアタイということで、仕事ということでありがとうございます。ワッチーさん、19日の収録分の DM OK です。OK ですよ。番組用の、X の DM でも送っても大丈夫ですよ。なんだったら、ハッシュタグ大好き叫べってつけて、ポストしても大丈夫です。そこで拾います。19日、収録当てって、あ、違う。31日放送分当てって書いてくれれば僕拾います。ということで、ありがとうございます。さあ、ごめんなさい。そろそろちょっとスタジオ出ないといけないので、ここで終了したいと思います。はい。皆さん、今日はありがとうございました。それでは、終了したいと思います。おやすみなさい。この後はフリームラジオ、皆さんお楽しみくださいね。それでは、失礼します。お疲れ様でした。